はい、スタートアップ国際法律実務の第10回ですね。今回はシリーズの最終回ということで、総括的な内容でお送りしています。平準化する世界の法律というテーマですね。で、まあ、先ほどその1でお話ししたのは、日本の民法と台湾の民法がいかに似ているかという話でした。で、まあ、あのようにですね、似て しまうというか、まあ、結果的に非常に似ているものができるというのは、まあ、その結局どの国もゼロから法律を作るというよりは、まあ、どの国もというか特に日本の場合、それから日本から、まあ、法律を輸入というか参考にして作った他の国ですね、そういうところはゼロから作るというよりは、もともと他国の法律を参考にして作っているので、非常に内容が似ている部分が出てくるというお話でした。で、今画面に出しているのは、まあ、憲法と小三権分立ということなんですけど、これは、ですね、第1回で取り上げた話ですね。アメリカのトランプ大統領の話を素材に扱った、第1回と、あとは第2回ですね、第2回で取り上げたものなんですけども、結局これもそもそもそうなん、日本の場合、まあ憲法によって三権分立、分流とも呼びますけれども、が定められていると、まあ、行政、立法、司法が分かれているという話は、これは、まあ、憲法を勉強されたことがあればご存知の方がご存知かと思いますけれども、これ自体がもうそもそも日本独自のアイデアではないわけですよね。他の国から輸入してきているわけです。で、まあ、より直接的に言うとアメリカの憲法から持ってきているというところが大きいわけですね。まあ、三権分立自体は別にアメリカで生まれたものじゃなくて、さらにその起源はヨーロッパに遡るわけですけれども、まあ具体的なその仕組みのあり方という部分まで見ていくと、日本の場合は特にアメリカの影響が強いわけですね。まあ、ということで、こういうところもその法律の基本原理というかですね、法の支配の基本原理を一つ取ってみても、独自でその国独自で作っているというよりは、もともと他の国にあったものを、まあ、輸入して、まあ、その国にの実情に合うようにアレンジして使っているという実情があるわけです。こういうところを一つ見てもやっぱり、世界の法律が似ていくことがいかに自然なことであるかというのが分かるかと思います。で、まあ、先ほどまで申し上げているように、その日本法自体も、まあ、まず台湾の法律が日本の民法を例えば参考にしているという話をしましたけど、そもそも日本の法律自体、まあ、外国の法律を参考に作っている部分が大きいわけですね。で、まあ、その共通点と相違点ということで、まあ、その輸入によって似てくる部分と、とはいえ違う部分という話と両方あるわけですけれども、そもそも日本が輸入したのはどこの国のどういう法律、どういう国のどういう性質の、どういうジャンルに分類されるものを輸入しているのかという話が関わってきます。で、その話の前提としてですね、まあ、これは世界的に、まあ、法律の比較法的な視点からいった場合に、よく言われるのが、2つに大きく分かれるという話ですね。何に分かれるかというと、大陸法、まあ、シビルローですね、英語で言うと、英米法、コモンローというものに大きく法体系が分かれるということです。で、大陸法というのは、まあ、主に大陸のヨーロッパ、英米法というのはイギリス、アメリカというふうに理解していただければいいと思います。で、まあ、シビルローとコモンローって何が違うかって話をしだすとまた長くなってしまうんですけども、大雑把に言うと大陸法というのは、いわゆる、まあ、法典ですね、成文化された文章、ちゃんと条文、文章として、まあ、条文化されたものを法律の源、法源とするとのに対して、英米法の場合は裁判所の、あるいは裁判官の裁判例ですね、この集積でルールを作っていくというところに、まあ、大きな違いがあるんですね。で、日本の場合はもともとはヨーロッパ、大陸ヨーロッパから主に法律を掲示してますんで、まあ、その、まあ、それが基礎にあるものですから、日本はこの2つの法体系どちらかに属するかと言われたときには、これは大陸法の国に属するというふうに分類されています。で、特にまあドイツですね。ドイツとは非常に似ている点が多いということも言われています。ただ他方でですね、日本は大陸法国といっても、大陸法、つまりヨーロッパ、大陸のヨーロッパからだけ法律を掲示してきたわけじゃないんですね。というのは、戦後はアメリカの法律の影響というのは非常に大きいです。まあ、そもそも憲法も、まあ、アメリカのコンセプトをかなり輸入してますし、それから、まあ、商事法の分野なんかは非常にアメリカの影響が強いんですね。それから、まあ、刑事訴訟法ですか。ということで、大陸法国と言いながらも、英米法国であるアメリカの法律も非常に、の影響も非常に強く受けているんですね。
まあ、こうした事情があるものですから、結構日本の法律というのはいろんな国の影響が複雑に絡み合っているというのが実情になります。まあ、そういう背景も踏まえた上で、じゃあ実際日本の法律と他の、まあ、外国の法律と比べてどういうところが似ていて、どういうところが違うか、それから、まあ、もっと世界一般、日本法と外国法ということだけじゃなくて、世界的に見てどういう分野だと、まあ、その法域、国による差が小さくて、どういう分野だと違いが大きいかという話もをちょっとしていきたいと思います。で、これはですね、まず分野によって大きく異なるんですが、いわゆる日本の民法でいう債権法とか契約法と呼ばれる分野、これはですね、比較的国とか法域による差が小さいと言えることが言えると思います。まあ、例えばですね、まあ、日本の民法で民法を学べば必ずやることですけども、契約はどうやって成立するかというと、申し込みと承諾ですよね。これはもう、まあ、コモンローであろうがシビルローであろうが、この原則というのは基本的にどこでも変わらないと思っていただいて構いません。例えばコモンローで言うと、契約はどうやって成立するのかというと、まあ、申し込みと承諾、つまり、まあ英語で言うとオファー、申し込みはオファー、承諾はアクセプタンスと言いますけど、オファーとアクセプタンスがあって契約が成立、フォーメーションが、まあ、成立するんだというようなことが言われますので、ここは、まあ法域を超えて、まあ通用する大原則ということになります。ところがですね、契約法なんかはそういう形で、法益による差が小さいんですけども、物件法、具体的に言うとですね、例えば不動産法ですね、こういうところになってくると法益ごとのルールというのが、非常に異なってきます。まあ、結局その、まあ、なぜ異なってくるのかというのは、まあ、様々な理由があるんですけれども、例えば具体的に見ていくと、日本の場合はその不動産取引でいうと登記ですね、対抗要件として登記というものがあります。登記制度というのは結局国が整備している制度ですので、国がどういう制度を整備しているかということに影響されるわけですよね。その登記があるなしで、まあ、不動産を取得できるできないが決まるというようなルールというのは、で、まあ、じゃあ他の国に行ったらそういうルールがあるのかないのかといえば、まあ、大体あるんですが、問題はその登記の仕組みというのが国によって違うわけですね。例えば日本の場合はその登記制度というのは、まあ、全国的にちゃんとデータベースが完備されていて、まあ、法務省で見れば一元的に、まあ、法務省というか法務局ですね、法務局で一元的に見ることができますが、アメリカに行くとですね、日本のような統一的な登記制度というのはないんですね。で、代わりに何があるかというと、まあ、DEED、DEED と呼ばれる、まあ、日本語に訳すと証書なんですが、証書の記録、レコーディングオブディードという制度があって、まあ、なんていうんですかね、その譲渡の証書を、まあ、役所に記録するというような制度なんですね。これっていうのは日本のようにの登記のように統一的に整理されているわけじゃありません。各人私人が出したものを単純に、まあ、編纂してまとめて置いておくというようなことなので、まあ、その所有関係をですね、DEED から調べようとすると、一つ一つ自分でDEEDを見て当たってつながりを確認しないといけない。つまり、ある不動産が A さんから B さんに譲渡されましたというときに、 A さんが誰から取得したかというのは自分でまたその他のDEEDを見ないとわからないということで、結構日本に比べると煩雑になってくるんですね。ということで、やっぱり物件法なんかだとかなり違いが出てきます。それから親族相続なんかもやはり国による違いというのがかなり大きくあるということになります。ということで、まあ、それ以外についてちょっとまたは第3で、その3で見ていきたいと思います。ということで、その2はここで終了と。